奉納にあたり、浅草寺の観音様、浅草神社、そして神事臨座様についてご説明申し上げます。今から1390年、栗子天皇36年、西暦628年3月18日のことでございます。当時は浅草村と呼ばれた海であった現在の隅田川で、漁師の兄弟、日の熊の浜成と日の熊の竹成がいつものように漁をしていましたところ、その身に限って魚一匹網にかからず、代わって小型の小さな魚が網にかかり、幾度海に投げ返してもまた網にかかるばかりでした。兄弟は仕方なく小さな道と共に船を降り、近くにあった円樹の木の切り株に道を安置して、近隣で文化人として知られた阿炎の与え中友に来てもらいました。阿炎の与え中友は、それが尊い観音様であることを兄弟に伝え、三人で中友の屋敷内に草庵を作り、祀るようにしました。この草庵が後の浅草寺の始まりです。また、後世最初に観音像をお祀りしたこれら三人を、三社大本殿として祀って建立されたお社が後の浅草神社。また後世最初に観音像をお祀りした、これら三人並びに、それを手伝い常日頃草庵の清掃や草刈りに努めた10人の農民、後に柔道寺草刈り通りと呼ばれる農民が出来上がった草庵の周りで踊ったのが銀座たらまいの始まりと言われております。その後も後に流行した田楽米の要素を取り入れながら、柔道寺の子孫や当時浅草専属坊と言われた現在の専属足利城の人々により、今日まで連々と受け継がれてきました。銀座たらまいは田楽米の一種と言われ、今のような形が定まったのは、その衣装から見て鎌倉時代、あるいは室町時代と言われております。江戸時代には獅子舞役に対し、一人五世ずすなわち150坪の形が徳川家から貸し出され、客人が衣装をまとった時には大名と並ぶ獅子の下の配分を受けています。
大正時代には九州の もみじ山病院で大正天皇の病覧を賜り、昭和31年11月に東京都から無形民族文化財の指定を受け、平成27年3月に国から記録等の作成土地を交付でき、無形民族文化財、いわゆる選択的無形民族文化財の指定を受けました。それでは、ただいまより、神事臨座たらまいを奉納いたします。神事臨座たらまいは、獅子舞と弦楽舞の一つと言われている臨座たらまいの二つで構成されております。獅子舞と弦楽舞が共に行われるのは、全国的にも珍しいと言われております。はじめは、獅子舞でございます。浅草神社の獅子舞は、東西南北、四方向を一回りする四方固めの舞で、獅子舞の原型と言われておりまして、現在、この舞が最も古くから伝承されているのは、京都の岩神社が、八坂神社、そして浅草神社の三社であると言われております。獅子舞の最初は、明治の舞で、子孫繁栄、悪疫退散を願う舞です。